70年代、人気絶頂の最中に、突如、芸能界を引退してしまった。伝説のアイドル、木野内みどりさん。引退後、一切、公に姿を見せず。現在も、その姿はベールの向こう。たった4年間という短い活動にもかかわらず、未だに根強い人気で、永遠のアイドルの彼女について、気になったので調べてみることに。木野内みどりさん。1957年生まれの63歳。出身は北海道小樽市。9人兄弟の末っ子で、芸能界に入った理由は、家を建てたかったからだそうですが、いかにも昭和を感じる理由ですね。15歳中学3年生の時に応募したミスティーンコンテストでは、準優勝だったためデビューできませんでしたが、それでも諦めずに16歳で上京すると、1974年シングル「目覚め」で歌手デビューした彼女。スレンダーでキュートな顔立ちと愛らしい歌声で、かなり人気を集めますが、歌手としては振るいませんでした。というのも、70年代といえば、山口百恵さんや桜田淳子さんと、かぶってましたから無理もありません。にもかかわらず、ブロマイドはそのスーパーアイドルだを、しのぐ売り上げだったそうです。いわば、グラドルの元祖とも言われ、男性誌五郎では、篠山紀信さんの撮影で、6回も表紙を飾るほどの人気でした。歌手としてパッとしなかった彼女の、ブレイクするきっかけは、意外にも女優としてのものだったのです。ですが、その成功の要因の一つは、彼女は、ことのほか目上の人に、可愛がられる性格だったからのようです。ですから、伸び悩む彼女には次々と、救いの手が差し伸べられたのです。まず、伝説のコント55号を抱えていた、元浅井企画の専務に一目惚れされて移籍、人気女優へと成長していくのですが、運がいいというか、当時、アイドルなど一人もいなかった、その事務所で、花一輪があってもいいんじゃないか?ということで迎え入れられたのだとか、可愛らしくて、性格も、前に出るタイプではなかった。木野内みどりさん、スタッフのみならず、芸能界の大御所たちからも、とても可愛がられたそうです。1976年、私も燃えているで、ドラマデビューすると、大物脚本家の倉本聡さんから直々に指名され、同年、人気ドラマ、全略おふくろ様2に、出演したほどでしたから、まさに大物キラーだった木野内みどりさん。その後、次々にドラマに出演する中、あの2つの代表作と巡り合います。一つは、1977年映画、野球狂の歌。人気漫画の実写版映画の主人公で、なんと初の女性プロ野球選手で、サブマリン投手のクローザーという成り役。表向きには、オーディションがあったことになってますが、実際は、原作者の水島新司さんからの、たってのオファーということだったのです。それもそのはずで、見た者は皆、まるで漫画から抜け出してきたかのような、ヒロイン水原勇気を演じる、木野内みどりさんの可憐な姿に、目が釘付けになってしまうほどだったからです。彼女以外に考えられなかったのもわかります。同年、テレビドラマ、刑事件カールで、今度は、お茶の間の人気者として大ブレイク。カール号の訓練士で父兄役の、凛としたその可愛さはまさに、嫌でたまらなかった週明け月曜の夜の、何者にも代え難い癒しでした。しかし、ドラマの撮影現場で、あろうことか、木野内みどりさんの、誰も知らなかった魔性が露呈したのだと言います。撮影中に突然、木野内みどりさんが、私、こんな失礼な現場では仕事できません。と、叫んで撮影を切り上げて、帰ってしまったそうで、一時、現場は騒然としたのだとか、何が彼女にそうさせたのかというと、共演者の稲葉芳雄さんに対する、
助監督の態度があまりにもひどかったから。仮にも黒澤明監督の名作七人の侍に出演したほどの名優に対する無礼な言動をどうしても許せなかったからだとか。可愛い外見とは裏腹に、一度自分がこうだと思ったら誰が言っても譲らない芯の強さにみんな驚いてしまったそうです。逆に言えばこうだったから目上の人や周囲から信頼されて可愛がられる存在だったんでしょうね。とはいえその純粋で堅くなな性格のせいで後に世間を揺るがすようなとんでもない出来事を引き起こして、それまでとは一変するような波乱万丈な人生を送ることになろうとは、ようやく11枚目のシングルの横浜イレブンがヒットしてすぐのこと、木の内みとりさん、なんと仕事をすべてキャンセルして突如恋人とアメリカへ逃避行してしまったのです。しかも相手とは不倫関係だったということで、マスコミ含め世間はとんでもない騒ぎに。その相手というのがサディスティックスというバンドのベーシストで作曲家の後藤嗣俊さん。二人の馴れ初めは1978年8枚目のアルバム「苦いルージュ」のレコーディングがきっかけだったとか。許されぬ関係にもかかわらず、木の内さんは堅くなに帰国を拒否、芸能界引退を決意したのです。帰国後、すぐに会見が開かれ、木の内さんは、今度のことは後藤さんのせいでも、何でもありません。みんな私がいけなかったんです。と後藤さんを気遣い、続けてあの発言をしたのです。子供のできるようなことはしていません。当時、どういう意味かわかりませんでしたが、そういうことだったんですね。くしくも、この騒ぎの渦中でリリースした、13枚目のシングル、ローンウルフを置き土産に、芸能界を引退したまま、その後、一切取材拒否し、姿を消し、後藤さんと前妻の離婚成立後、1979年、極秘入籍されたのですが、後に夫と当時19歳だった堀ちえみさんの密会がスクープされると1987年には離婚してしまったのです。それにしてもこの騒動の一番の被害者は事務所でした。1年後まで仕事が決まっていたため億単位の違約金やキャンセル料が発生し倒産寸前にまで追い込まれたのだとか。しかしその時またしても彼女の強運が力を発揮することに。というのも事情を聞いた萩本欽一さん、これまで番組に色がつくことを恐れて敬遠していた CM を何本もやってくれたおかげでこの大ピンチを免れたのだとか。普通ならこんなことをしでかした木の内さんに事務所としても訴訟を起こすレベルでしたが、誰一人木の内さんのことを責めなかったのだとか。そればかりか離婚後に学校に通って始めた新米カメラマンの彼女に事務所は新人の宣材写真撮影を依頼していたのだそう。こんなことありえませんよね。どれだけ周りの人たちに愛されてたかがよくわかる話ですね。余談ですが、ちなみに後藤嗣俊さんは堀ちえみさんと結婚し離婚、元おにゃんこクラブの河合園子さんと再婚、職権乱用レベルですよね。木の内みどりさんはといえば1990年32歳の時に俳優の竹中直人さんと再婚されています。二人の馴れ初めは竹中さんが舞台公演で1ヶ月ほどのスペイン滞在中に出会ったことだそうです。新婚生活中の取材で竹中さんを何と呼んでいるのかと聞かれて、竹中くんと呼んでいます。最初に知り合った時にそう呼んでいたので他の呼び方というのがちょっと竹中くんじゃ失礼でしょうかと幸せそうに答えたのだとか。そして芸能界復帰について聞かれると、昔いろいろあったからこうして竹中くんと出会えたんだなぁと思って、
それを大切にしていきたいと思います。きっぱり芸能界復帰を否定するところに、木之内さんの純粋で芯の強いところが伺えますね。さて、そんなお二人にも男女のお子様が二人おられ、長女はもう30歳を迎えるのだとか。誰からも愛される木之内みどりさん、これからもお幸せに。